今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は松前城恐怖の怪談編として、松前城の隠れたホラースポットや世にも不思議な怪談話をお送りしたいと思います。松前藩のお殿様によって騙し討ちにされたアイヌ民族たちの怨念の凝り固まった耳塚は、今なお霊能者がここはやばいというレベル。また無念の死を遂げたお坊さんの呪いによって多くの家臣が狂い死にしたり、松前城が火事によって焼失することになった悪名高い紋章湾事件は、松前藩の血塗られた歴史を如実に表したもの。そして夜な夜な死んだ家臣のうめき声が聞こえてくるので、埋めようとしたのにどうしても埋めることができなかった井戸、闇の夜の井戸は今なお松前城内に現存しているので、そのリアル現場をお見せしながらしっかりと恐怖の怪談話を紹介していきたいと思います。なので今回は歴史動画の中でもちょっと毛色が変わったものになりますので、そういうのが苦手な方はぶっちゃけ見ないことをお勧めします。もしこの動画を見ている時ご自身の周りで何かあっても、それはあくまで自己責任ですね。では心の準備の方はよろしいですか。それでは松前城の恐怖の怪談話、ごゆるりとご視聴ください。松前城というとね、これを見に来る人はそうそういないかもしれませんが、ちょっとホラースポットで、こちらのね石が積まれているとかな。こちらミミズカと呼ばれるものになります。何のミミズカかというとね、松前藩のね過酷なアイヌ支配、それに対してアイヌの人々がね団結して抵抗、まあ要するに謀反というかね反乱が起きたんですけども、その一番大きいのが寛文9年1669年の釈迦院の戦い、一番有名なアイヌ民族の投領と。でまあ初めはねアイヌ側の優位で戦いが経過したんですけども、松前藩がね、松前藩だけではなくて幕府とかあとは津軽藩の協力を得て、新冠、今の平川の馬が馬産が盛んなんですけどね、そこまで陣を進めて釈迦院たちを騙し討ちにして、で戦いを終わらせたと。でミミズカと呼ばれるこの塚はね、この時処刑されたアイヌの首謀者14人の首を持ち帰る代わりに耳をそぎ落として埋めたと言われております。なのでね、非常にアイヌの怨念が固まっているのか、霊能者とかがここは松前城の中で一番やばいということを言ったりとかするらしいです。そして非常に気づきにくいんですけども、縦管折れちゃってるんですよね、ミミズカの。だからなかなか気づかないちょっとしたホラースポットです。そしてね、もっと怖いホラーを、ちなみに松前にはいくつかホラー話みたいなのがねあるんですけど、松前城の中にはないんですけども、紋章庵っていうね庵があって、紋章庵事件という事件が起きたと。松前藩、16世6代藩主、範広というお殿様がいてね、幼い時に藩主になったんで、藩政をめぐって悪臣たちが暗躍をしたと。でまあ範広はね悪臣から勧められて女に迷って、まあ主食に溺れたってやつですな。でまあ政務そっちのけで、悪臣たちの息のかかった次女と遊びほうけていたと。で、まあある時家臣のね、丸山くじろべ、のその妹でね、丸山小町と歌われた
松江だ。もしくは5とする、まあ、意見もあるんですけども、その女性に思いを寄せて、で、その、女性は、のりひろの寵愛を一身に受けたと。で、まあ、それをね、悪神たちが寝たんで、彼女が法話を聞くために、たびたび訪れた菩提寺。これが、ここのお坊さんがね、三つ、要するに、まあ、不倫してると。殿様のその側室と、不倫してると。いう、まあ、残言があってね。のりひろはその女性を切って、で、和尚さんはね、和尚さんでも、すぐ殺すというのをためらわれたのか、熊石っていうところに、流したと。で、まあ、そちらでね、その草案で流されたままだったらいいんですけども、当時は実はお殿様、病床につくことが多くて、周りの家臣たちからね、実はこの、和尚さん、紋章庵っていう伊織を結んで、紋章庵の方で、呪いがかけられて、そのせいでお殿様がね、病気になってるんだと、言ったところ、その、お坊さんをね、打つことを命じて、延宝6年、1678年の12月22日に、無罪の罪で処刑されたと。で、まあ、その時にはね、首を切られた際、そばに流れていた川が氾濫を起こしたとか、その逆に流れたんで逆川と呼ばれるという感じですな。で、まあ、売ってはね、子宮を松前で晒すために持ち帰ったんですけども、神の国の天の川が氾濫したので、江差の縁通じて一泊。で、その際にね、子宮を置いていた部屋が発火して、その部屋が、全焼するも、首は無傷だったと。で、まあ、この時ね、恐れを出した一同がね、持ち帰りを断念して、そのそばにね、埋めた、この草案が紋章案と呼ばれるという感じになりますな。ちなみに、その紋章案の呪いはね、とても凄まじくてね、それに関わった人たち、悪神たちもね、次々に発狂して死んだとか、火事、見舞われたりとか。で、なんだったら、昭和のね、24年かなに、起きた失火。これによって松前城が消失するんですけども、それすらも、紋章庵の呪いだと、言われたりとかしております。でね、なんでこういう話をしたかというとですね、じゃあ、ミミズカのすぐそばに、こういったものがあります。これ、井戸です。佐藤子が出てきそうな、そんな井戸にも見えるんですけども、よいしょ。こちらね、闇の夜の井戸と言われております。実はね、先ほど言った丸山藤郎部。こちらね、実はいい家臣でね、たびたび、悪政を敷いていた。殿様の宣弘にね、還元をするんですけど、それをね、鬱陶しがったんですね、殿様がね。まあ、還元をするね、家臣を、殿様が鬱陶しがったのはよくある話なんですけど。で、まあ、ある時ね、その殿様が、その丸山を殺したいと思って、まあ、悪神たちもね、それに乗っかっちゃったわけなんですけどもね。悪神たちが殿様に命じられて何とか殺せと言われたんですけども、その丸山、非常に剣の腕が立つ。真正面から言ってもね、打ち取れるわけがないという感じでね、殿の鉄線がこの井戸の中に落ちたから拾ってまいれと、まあ、言われて丸山はまあ、嘘やろうなと思ったんですけども、いよいよ覚悟を決めたのか、まあ、こうやってかかられてる時点でね、お殿様にね、鬱陶しがられてる時点で、もう命ないもんと思ったんでしょうね。罠と知りながら、この井戸の中に入ったと。そしたら、上から大石がドスーンと。丸山はこの中で息絶えたと。ただね、それだけじゃないんですよ。その後、お殿様の子供が怪死したり、病気になったり、もう不幸が続出するんで、このたたりだと。もうこっちでもたたりですね。
先ほどお坊さんのたたりありましたけども、こっちもたたりがあって、この井戸からしかも夜な夜な恨み事の声が聞こえてる。でもうこれを埋めようとしたんですけども、いくら土を入れても埋まらない。でちなみに現在でもこの井戸、月のない夜にはこの井戸の中からうめき声が聞こえてくると言われています。そのせいで闇の夜の井戸と呼ばれているものになります。松前城はね、いろいろとこういうホラースポットもあるお城になりますので、そういった方がね、そういったことにね興味がある方はぜひね訪れて見ていただければと思います。この六代藩主のりひろ、後々にね改心したとも言われております。っていうのがね、この六代藩主ののりひろの時に釈社員の反乱であるとか、もしくはね紋章庵事件であるとか、まあ、血生臭い事件がやっぱ多いんだ、なので、まあ、暗訓ではあったんだろうと言われております。ただその丸山以外にもね、ちゃんとした家臣がいて、村上広峰というね家臣がいて、こちらがね殿様の乱行を諌めようと切腹をするわけですね。で、しかも殿様の目の前で切腹をして、自分のね、その腹渡をね、白扇に乗せて殿様に差し出したんだ。で、まあ、その、差し出しつつね、殿様に向かって、村上広峰の一命を持って、お諌め申すと、言って、まあ、亡くなったと。まあ、さすがにこれね、目の前でここまでされたら目覚めなきゃ人間じゃねえ。まあ以降ね、のりひろも自分の行動を戒めて前世を敷いたと言われております。まあそうやってね、お殿様が改心したんだとすれば、まあなんとかね、一命を落として還元をした意味もあったかなというところですね。というわけでお送りしてきました、今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、松前城恐怖の怪談編。古来よりお城は戦争の場でもあり、血生臭い話とは割と切っても切れない縁がありますが、ここ松前城の怪談話は割と真に迫るものがあったのではないでしょうか。なおこれは余談なんですが、松前藩のことに詳しい人の中には、あれ範広って五代藩主なんじゃなかったっけって思う方もいるかもしれませんが、まあそれはそれで正しいです。ただ第二代藩主に松前守弘という人物をカウントするかどうかで変わってくるんで、それをカウントした場合は守弘が六代藩主ってことになります。今回はあえてそっちでカウントしたという次第ですんで、あしからず。あとこれは現地を見に行った俺の個人的な感想なんですが、松前城の耳塚や闇の夜の井戸、この怪談話が色濃く残るものが今なお松前城内に残されているにもかかわらず放置されて荒れるに任せている感じなのが、なんかかえって怖くなりましたね。まるであえて人目を避けるようなところに置いておいて、迷い込んだ人を何か引きずり込むような雰囲気がある。というのはちょっと言い過ぎですかね。でも放置するならあえて残しておく必要はないわけで、やはり何かあるのかもしれませんね。それでは次回もまたお楽しみに。今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、今回もどうもご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録は右下のボタンをクリック。高評価やコメントもお待ちしております。